皆さんこんにちは、勝手気ままな旅人です。3月15日をもって、配信になる尺別駅に向かっております。直別駅から歩きまして、ただいま1時間ぐらいです。で、この地図であと1キロということは、あと10か15分合わせますと1時間15分かかります。こちら尺別駅は秘境駅でも有名で、石山高信さんの秘境駅ランニング2018年では61位という。こちらは釧路方面になります。こちらは尺別駅方面になります。こちらが駅入口になります。周りの風景を見てみたいと思います。では駅に行ってみたいと思います。こちらが駅舎になります。こちらが一番線ホームになります。一番線、ホームが見た駅舎になります。橋に上がりまして、駅前の景色になります。奥には海が見えます。こちらが釧路方面になります。こちらが帯広方面になります。橋の上から見ました2番線ホーム側の景色になります。こちらは2番線ホームになります。こちらは駅待合室になります。今まで人がいたので撮影が一番最後になりますが、列車が来たのでいなくなりましたのです。私も自分もこの列車に乗らなきゃいけないのでちょっと慌てて撮影しております。こちら時刻表、運賃表です。で、列車が来ましたのでこの列車で釧路に行きたいと思います。最後はスーパー大空8号から車窓から見ました尺別駅通過シーンで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。